パワービズハート。つまり教授、温暖化対策で重要なのは CO2 を出さないゼロカーボン発電、再生可能エネルギーとか。ふう、ゼロカーボン。あとは原子力。よいしょ。これからも新しい技術を取り入れながら、よし、未来の電力を支えていく、いく、いく。わー、未来 CO2 ゼロの未来へ。関西電力は再エネ、原子力によるゼロカーボン発電を進めています。ゼロカーボン。未来って明るそうやな。